にちは、ひろひろです。今日は学校で使うお箸セットの巾着袋を作ってみました。大きさの違うお箸セットでそれぞれ作ってみました。この巾着袋はリバーシブルになっています。汚れてしまったり気分を変えたい時にひっくり返して使ってみてください。購入してきたカットクロスを2枚用意します。小さい方の巾着袋を作る場合は 24cm×18cm の生地を2枚用意してください。大きい方の巾着袋を作る場合は 26cm×26cm の生地を2枚用意してください、はい、でこの生地をそれぞれ半分に折って上から 4cm のところに印をつけておきます。でこの印をつけたこことここを縫っていきます。こちら側も同じように半分に折って上から4センチのところに印をつけていきます。でこことここを縫っていきます。今それぞれここに4センチ開けてここを縫ってきました。次にこの4センチ開けたところを割って、はい、こんな感じで割ったらこの周りを縫っていきます。今縫ってきました。この部分をコの字に縫いたかったのですが縫いにくかったので2本ほどステッチを入れて縫ってきました。縫いにくい場合はステッチでも大丈夫です。でこの生地の一つをひっくり返して、ひっくり返した生地をこちらの中に入れていきます。中に入れたら両端を合わせていきます。端と端を合わせてこの周りにステッチを入れていきます。ぐるっとステッチを入れてこの2つを縫い合わせていきます。大きい方の巾着袋もこの字に縫いにくかったのでこことここ2本ステッチを入れてきました。この生地をひっくり返してこちらのもう一つの生地の方へ入れていきます。でこの周りにステッチをかけていきます。はい、今それぞれこの周りに布を重ねてステッチを入れてきました。でここの返し口からひっくり返していきます。この返し口から繰り返していきます。ひっくり返したら片側の生地を内側に入れていきます。でこの上の口の部分を揃えておきます。もう一つの生地も同じように片側の生地を内側に入れて揃えておきます。こんな感じで揃えたらこの縁にステッチを一つ入れていきます。こちら側も同じようにこの縁の部分にステッチを入れていきます。この部分にステッチを入れてきました。次にここから2センチ下ですね、2センチ下の部分にステッチを入れていきます。こちら側も同じようにから2センチ下の部分にステッチを入れていきます。ミシンの2センチの目盛りのところに端を合わせて縫っていきます。
な感じで2センチ下にステッチを入れてきました。こちら側も2センチ下の部分にぐるっと一周ステッチをかけてきました。100均で買ってきた巾着紐を通していきます。こんな感じで入り口のところに長さを合わせて適当な長さでカットしていきます。こちら側も適当な長さでカットしていきます。で紐を通していきます。お好みの長さに紐をカットしておきます。でここをくぐっておきます。はい、これで巾着袋の完成になります。ひっくり返すとリバーシブルで使えるようになっています。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。